第1課、香港健太チャンネル、健太です。おはようございます。今日はね、朝ちょっといろいろあって、ここからスタートしたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。さあ本日はね、4月の13日で、香港の天気やっていきたいと思います。最高気温31度、最低気温21度で晴れだそうです。比較的晴れてますよね。で、31度ってもう夏ですね。めっちゃ暑いということで、皆さん暑すぎるんで水水分取ったりするのを忘れないようにしてください。天気予報以上です。では次にコロナ感染者数をやっていきたいと思います。昨日12日のですね、感染者は13名、回復者8名、死者0名でした。なんか感染者13名ずっと続いているような気がするんですけどね。なんかこの辺なかなか減らないなと、そんな感じですね。いろんな国の感染者数見てるんですけど、香港の感染者数は比較的まだ少ない方なのかなと思います。以上、コロナ感染者数でした。次は恒例のビットコインの価格についてちょっと話していこうと思います。話すといってもここ24時間の値動きを見て話すだけなんですが、現在6万トンで103USドルですね。で、この24時間で最低価格が6万トンで68ドル、最高が6万188ドルということで、今最低に近いのか、じゃあ24時間の最低は5万9911ドルの方でしたね、すいません。ということで、ほぼ6万ドルをキープしてる、素晴らしいですよね、この24時間の値動き。こんな感じでずっと安定していくのか、コインベースの、ね、上場があったので値段はこのまま この辺りをずっとキープしているのかなというのが、予想なんですが、上場とともにまた上がるんでしょうか。すごい楽しみですね。以上、ビットコイン価格の話でした。では私のやってるマイニングの現在、次に私のビットコインの、マイニングについて話していこうと思います。本日でね、33日目になります。33日目でビットコイン価格は、マイニングされた金額は 492.24USドル、 ビットコインにして 0.008222593 ビットコインになります。で、どんな感じになったかというと、最近ブラックカードを追加したという話を前回したと思うんですが、8枚差しにしました。8枚差しの10804枚と10704枚の計8枚差しですね。で、1日のね、だいたいマイニング量としては これ1回1回がだいたい US で 3.5 ぐらいを平均で出してます。で、1日6回マイニング、要は4時間ごとに支払いがあるので、4時間に1回 3.5 ドルぐらいが入ってくる感じですね。なんで24時間でいうとだいたい20ドル前後入ってくるようなイメージですね。もともと12とか13だったので、倍とは言いませんが、そうですね、なかなかいい結果を出してくれてると思います。1080の方がだからなんか優秀なんだな、やっぱり。そんな感じがします。以上、マイニングについてでした。おお、すごい、ちょっと早口でどんどん進めてったので、いつもならここでようやくマイニングの話が終わるところ、スタート地点が全然後からスタートしたのに結局同じところで終わるっていうね、そんな感じですね。ということでね、本日は何を話していこうかと思いましたが、今日はですね、マイニングのマシーンの、売りについてなんですけど、おかげさまで本日実は第1号のお客様のマイニングマシーンを納品できるということでね、非常にこう楽しみだなと。どんな感じの反応されるのか、かなりね、待っていただいた。1ヶ月かかるんですよね。本当準備するのに1ヶ月かかってしまったので、第1号のお客様に今日は納品ができるということで、すごく楽しみです。
で、まあ納品して終わりじゃないんでね、これからも僕自身がねやってるマイニングと、まあ、同じような設定とか全く同じ設定ですねを施しながら、あの一番マイニング効率のいい方法を、まあ、一番っていうとあれですね、安定したなかなかいいマイニング効率のいいものを提供していけるように、またそのね提供していく内容がね自分の、利益にもつながるっていうね、非常に面白いサービスなのかな、会社にもよくで、その方が儲かるようにすると私も実はマイニングしてるんで儲かるっていうね、まあ、会社も私もその方も嬉しいっていう、なんて言うんですかこういう場合、三度おいしいってやつですかね、ちょっと日本語が出てこなかった、すいません、日本語ねあんまり得意じゃなくて、ということでね、本日も私の動画にお付き合いいただき、あー、なんかうるさいなここ、本日も私の動画にお付き合いいただきありがとうございました、これからも毎日平日だけですけどね、毎日更新していくので、もしよろしければ見てもらえると嬉しいです、そろそろオフィスに着くのでこの辺で終わりにしたいと思います。ちょいきん、またね、バイバイ。